はい、ということでね、まあ、久しぶりの重大発表かな、クソエクランにとっては。そうですね。はい、なります。なんと、まあ、クソエクラン、このやくんがクソエクランを卒業することになりました。まさかの。まさかの。卒業する理由といたしましては、今現段階でまあこうやって活動とかも遅れたりしてあんまり来れないという点と、前マイクラの話があったじゃないですか。はい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 、まあ申し訳ないですけど、自分のモチベーション自体が足りなくて、このまま一緒にやっていくのも自分がガチでやってなかったりしたら失礼だし迷惑だなと思って、この度は卒業させていただく運びとさせていただこうかなと思いました。いやおかしいだろ、お前難しくて運びとさせていただこうかなと。もっと軽く行こうぜ、軽く。お前さ、お前もうさ、抜けますって、もういいよ。軽っ。今日をもちまして、卒業させていただきます。まあ、この矢は3年 ?3 年から、まあでも初期メンバーのレギュラーメンバーよね。そうです、レギュラーメンバーがまさか、まあこういう感じでね、まあ抜けるっていうことで、これはかなり2人にとってね、かなり大きな歴史になるのではないでしょうか。てかね、まさかね、まさか、ね、このやつ抜けるだなんて思ってなかったからね。ちょっと最初聞いた時はびっくりしたけど、いやでもなんか結構ね、今回だけじゃないんですよこの話って。実は前々から結構こういうのはたびたび起きてて、その抜ける抜けないのね、そうですね、お話は。だからもう何回もこの話出てるし、でこの矢もね、自分がやりたいことあるだろうし、まあここで引き止めるのは逆にね、この矢のためになんないかなと思いまして ね、まあ俺らも俺らで、まあ、ちゃんと活動をやっていきたいっていうのもあるから、その同じ方向に向かって、なんで今回はねこういう形となりました。はい、卒業してね、仲が悪くなるとかじゃないから、全然全然いい回数、まあ一緒やんですけどね、ゲームなんて。いやマジでちゃんだよ、そんな最後あるかお前。なる、個人的にやっぱり気になるのは、まあ、抜けたりは僕たち分かってるし、まあ、割と単純というか、今もう説明した限りのことなんで、俺が聞きたいのはこれからどうしていくのか。あ、確かにこれからね、まあ、リスナーのみんなも多分そこがやっぱり気になっていると思うので、これからどうするのか。じゃあ臭いからを抜けて一切 YouTube 活動をこれから何もしないのか、それとももしかして暇になってこうやりたいなと思った時にするのかとか、まあ、そういういろいろなあの部分に関してやっぱり聞いていくべきかなと私は思うんですけど、そこについても聞いていいですか。ですね、はい、今はいいですかという質問に対して、はい、いいか悪いか言ってもらっていいですか。はい、いいです。あ、はい、尋問中学3年生の今、結構もう明日とかも中間テストであれなんで、勉強とかに専念したり、まあゲームはまあたびたびやることはあるかもしれないですけど、 YouTube とかはめちゃくちゃや、まあたまにまあ3ヶ月に1回ぐらいの程度であげるかもしれないですけど、 Twitter とかもいろいろやるかもしれないですけど、今現状では、まあ、基本はね、 Twitter は残すみたいな感じか。まだ分かんない。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、うん、え、ちょっと待って、ちょっと待って。なんでなんで？いや、このやのアカウントは俺が使うっていうサブアカウント。いや、なんでなんで？それはダメでしょ、ダメでしょ。自分のサブアカがあるだろ、お前は。アカウントは残すかあれなのか、まあ自分で考えてるところなんですけど、基本的にはインターネットでの活動はあんまりしないという形で、勉強がまあリアルのまあ学業なのに専念するということですね。はい、そうです。ちなみにその芸能界入りたいとか言ってたけど、コネはその気持ちは今どうなってんの？その気持ちはまだあるんで、それから高校とか入学して一人で頑張ります。おー、なんか高校はそういうところに行かないの？その、なんて言うんだろう、芸能系とか。芸能系の、なんかまあ、親と話してるんですけど、高校はとりあえずは県内で行って、まあ大学とか行くのであれば、そういう専門高校に行けばいい
という話を。専門高校なんか一回さ、オーディションとか受けてみたらいいじゃん。ジェニーズとか送ってみたら受けようとは思って。うん、なんかポンってなんか適当に送ってみてさ、早うちにやったんだ。いいよ、やるな。受けちゃう、受けちゃう、受けちゃう。県内の高校とか正直なんかそういうことを多分ね、目指すなら行ってられない気がするな、俺は。ガチで目指すなら。でも早め早めでいいことに間違いないから、例えばじゃあ大学になってその芸能活動の専門のあれ行きましたとかなって、そういう専門の勉強とかをしたからといって、その職になれるか、そこの、その多分ジャニーズとかその表舞台になる人になれるかって言ったら、まあ 100% は保証できないわけです。はい、ってなるとやっぱり大学生とかになったらもうそろそろ自立しなきゃいけない時で、何年間もその成功せずに甘えるってことができなくなるんで、やっぱ挑戦する時間が短くなってしまうわけですよね。なんでやっぱり早め早めのね、やってた方が、まあ自分的にも。アイドル系なら特によね、若いうちがちゃんと商品になるから。あ、俺はお前のそのどこだ、岐阜だっけ、お前のその岐阜の山で鍛えた足腰があればウサインボルトになれるよ。だからな、なんだお前それ、いつも言うけど、やっぱまあせっかくね、せっかく卒業するなら、その余った時間、余った気力をやっぱ別のことに向けて、まあそれが成功する成功しないを置いといて、やっぱりそういう方に向けていってほしいなと思うよね。せっかくの人生、人生一時、人生一時に挑戦せず、次いつ挑戦するんだって話、二度目はねえんだ。そうなんですよ、私の試合ジャニーズいるから。人生は一度きり。ジャニーズ、まあちなみにまあそう、今もの試合ジャニーズし、まあ TS 君は実はジャニーズみたいなのがあるから。通ってた、あのその専門学校とかも教えれるから。俺はまあ専門学校行かなくてもまあこのままジャニーズみたいな感じだけど、一人ジャニーズ、うん、一人ジャニーズやってる、一人ジャニーズ。中学卒業したらダンスとか習おうかなと思って。いいじゃん、ダンス。ダンスですね。いや、目の前敵ヒットちゃいますそれ。ワンツーワンツー、ダンスもマジ早めにやっとくって。マジダンスは、そうね、本当にそう、ダンスは早めにやっといた方がいい。ダンス全然やっぱ経験世代で変わるよね。体硬くなっちゃうから、もう大人になるにつれて本当にやってた方がいい。あ、もうタモンさん、あ、いや、ここで見せるのが最後タモンさんですよ。最後ね、この矢に見せるんですよ、ここで。かっこいいとこ見せないとタモンさん。あ、TS さん、TS さんがかっけえ。TS さんかっけえな。TS さんがかっこよくなってる、これタモンさん。OK、やった。あ、ナイス。よし、まあじゃあ次はじゃああれ、じゃあ今度はクソエックランでの一番の思い出知りたいよな。ね、一番の思い出すか、一番すか。一番じゃない、まあ思い出、その心に残ってる思い出教えてくれ。別に大した思い出ねえやつ。何個でもいいよ。最後言いたいこと一番くらい本音をつける本音。結構ドッキリ系とか結構思い出っていうか、まあ残ってます。はいはいはい、あーね、で全然思い出残ってるけど、みんな悪い意味の思い出残ってるだけだよな。全然思んなかったっつって。いいよお前は。やっぱりあとはおっぱいとか、みんなとおっぱいね、いろいろやりすぎて、なんか全部が思い出なんで。おっぱいドッキリ CR カップがもう三大じゃないですか。そうなのかな、このやお前。いや、そこでそこで途切れてやめろ。そこで途切れてやめろ。じゃあ、コナヤくんがなんかめちゃくちゃ心の底から言いたそうにしてるけどちょっと言えないっぽいんで、俺が代わりに言ってきますね。やっぱり、あの、玉尾さんに、あの、こう抜けたいって言った時に、あの、マジで説教されたことが、あの、本当に心に思い出に残っていて、あの、めちゃくちゃ怖くて、もうお母さんにその日泣きつきながら、もう泣きつきながら寝て、お母さんの意識がない時に、レベルになりましたよ。で、最悪の終わりじゃねえか。で、その、いい思い出じゃなくて悪い思い出ってことで、いい思い出やな。どっちもどっちですね。怒られることで、どっちも説教されて、いろいろ知れたこととか、学べたこととかある。じゃあ、説教で知れたこと教えてください。いろんな説教。年上の相手とか。やばいよ、フロイドメイウェザー。ああ、それは学校行ってもわかんだろう。じゃあもう、パンチがうんこなんだけど、ちょっと待ってくれよ。やっぱりさ、オラクサイクラに入って学校では学べない、かけがえのないものをお前に感じてほしいのよ。でもお前からそのかけがえのないものを感じない。俺にとってのかけがえがねえ思い出、かけがえがねえ、かけがえがねえが言い過ぎ、かけがえがねえこと、かけがえのねえこと、言い過ぎ、多すぎ、かけがえのない。てかさ、このやからみんなに向かって、もう最後だからぶっちゃけ言いたいこととか聞きたい。ぶっちゃけ、
ぶっちゃけとか、まあ、なんか最後の別れの言葉じゃないけど、まあ、ぶっちゃけてもいいし、なんかまあ感謝でもいいし、なんかそういうの聞きたいな。悪口でもいいよ。じゃあ誰から行く？誰から行く？じゃあおみみさん。どうや？おみみさんはですね、なんか。まあいい意味でも悪い意味でもバカで接しやすかったです。おお、なるほど、なるほどね。じゃあ次はじゃあペガサス。うん、奥での関わりはほとんどないな。ほとんどないですけど、まあ、でもやっぱりフォートナイトのプレイとか、まあアジア1位も取ったりしてるんで、結構動画とか見てて、うん、アジア1位なかったモブだよと、お前の誇れるとかアジア1位だけやんってことね。分かった分かった、はいはい、そうだね、考えるとむずいんすよ。じゃあ高木ですか。高木はですね、意外と真面目っていうか、結構相談乗ってくれたり、結構 LINE で話したり通話とかでも話したりしてて、まあ動画ではバカみたいなこと言ってたりしてるけど、頼りがいがありましたね。おー、めっちゃもう褒めたたえまくりじゃないですか。あくまさん、いや、まんざらでもない。今度は一人ぐらい悪口言ってもいいよ。じゃあ次は、じゃあ TS 悪口くんな、これ怖いですな。結構活動とかでも話してて、結構なんか言われたりする、自分のあれでも言われたりすることがあったから、結構イラつくとことかはあったけど、面白かったです。みんなだから、みんなそうだよ。大丈夫ですよ、みんなだから。うん、みんなそうだよ、自分だけだと思うね、お前。自分だけが大変だと思う。ちょっと一回黙ってもらって。そういうとこだぞ、そういうとこだぞ。ちょっと、これ。キスグレネード。そう、キスグレネード。自分よりめちゃくちゃ、自分と比べてめちゃくちゃ、食べれるあれなので、結構。話題とかでもらったりすることも多くて、とても感謝します。俺もお前に話題振ったけど。いや、ちょっと黙ってもらっていいか。夢もんさんはですね、オフ会とかでも結構いろいろやってくれてて、頼りがいがあったし、オフとかでも結構動画とか前とか撮ったりしてて、それでも話しやすかったりして、ありがとうございます。じゃあまあ最後、玉尾さん。最後、玉尾さんはもう本当に、まあ入った理由としても、ずっと玉尾さん見てて好きでしたし、ビッグ4つとか BO3 とかの初心者の振りとか見てて特に好きで、そこから入っていろいろ関わらせてくれる中で、いろいろ知れたし学べたので、一番感謝はしてます。まあ当然だよな、そこは当然です、当然です。それは当然だよ、まあいつかはね、ほのやに関してはなんかいつかこういう日来るなって思ってたんだよな、正直。なんか前々から、だからまあ今日この日かということで、まあ頑張ってほしいね、卒業しても。まあこれから人生は。これ本当にドッキリじゃないですよね。これドッキリじゃないっすね、普通にこれドッキリ。大丈夫ですよね。そんなこと言ったらもう LINE 見せますよ、そんなこと言ったら。あ、コネアさんから送られてきました。それじゃあコネア君、私たちからサプライズがあります。なんとなく予想をしていたとかさ、予想するな、予想していたっていうか、さっきなんかクリエイティブやっててなんか話してた。いや、だからそこは嘘でもさ、絵みたいなリアクションをしろよ。お前それじゃやっていけないぞ、芸能界で。まずごめんさ、はい、もうまず内装を見てください。上だったり、この周りだったり、周りだったり、ね、いろんなものが。これなんで夜なの今、これどう、これ。いや、さっきコネが来るまで作ったんだよ、これ3時間かかったよ、3時間3時間っすか、しょうもない人間のためにありがとうございます。それは分かってる。はい、それではコネヤくん、ちょっと待って、そこのや卒園になってんだけど、卒業なんだけど、ちょっと幼稚園っすか。お前ぬるったー、飛ばした。いや、間違えてたから消さないと。コネヤくん、はい、卒業おめでとうございます。ありがとうございます。これからね、ちょっとお耳眩しいんだよ、はい、これからね、たくさんね、これ以上にもっと苦難が訪れると思います。その時にね、ここで頑張ったことをね、はい、思い出してもらって、その時頑張れたらなと思います。ここが僕たちが今まで集めてきた金銀財宝、 YouTube の収益すべてここにあります。結構盗まれてね、これなんか。誰盗んだ人、それは当たり前に、当たり前にするぐらいだから。
ちょっとやめろやめろで、こっちに来てもらって、はい、こっちの2階に来てください。こちらですね。はい、心ちょっとさ、今なんか見えた、今書いてるやつがいたここに、それぞれメッセージボードがあります。じゃあちょっとそれぞれ一人ずつ読みましょうか。じゃあまずこれからこの右側のコノヤさん、今までありがとうございましたから、はい、私が読むんですか。あのコノヤ、コノヤが読むのか。そうそうそ う, そう、はい、コノヤがやっぱりしっかりこう、はい、コノヤが読む、はい、コノヤが読む、あの右下までで大丈夫だよ。コノヤさん、今までありがとうございました。本当に今まで楽しかった。これからも応援しています。ジャニーズに入ってからも頑張ってください。芸能界に入ったらアイドルのおっぱいを揉ませ、はい、なるほど、ませてください。ありがとうございます。欲が出てますね。ありがとうございます。まあちょっと裏ルートからね、紹介してもらってね。次これ、卒業おめでとう、童貞卒業楽しみにしてます。 PS またゲームしようね。これ誰ですか。はい、お前だと思ったよ、本当にお前小学生かよ書いてることは。まあ大事なことですからね、どうも。なるほどね、はい、はい、こちら読んでください。このや、卒業おめでとう。これからどんな人生を歩むかわからないけど、自分がやりたいことを一番にな。親や先生、友達の意見は参考程度にな。もし芸能界入ったら電話してくれよ。青い空に合わせてくれ。はい、ありがとうございます。青い空って宇宙かなんかですか。宇宙ですか。そうとも言いますよね、タレントとも言うんですけども、まあ、そうとも言うんですけど、まあ、タレントですよね。最悪これ多分ね、ここの動画ジョセリンさんが見たらブチギレだね、これ冗談ですからね。はい、はい、次。良い彼女かっこ彼氏かっこ閉じ見つけるんやで、童貞卒業したら連絡してね。この家のおしっこが飲みたい。これ誰ですか。なんかついた。今ついた。うわ、今ついた。気持ち悪い。これヌメも。気持ち悪いが。うるさいんだけど。ヌメも。赤いでしょ、どう考えても。ヌメもさんですね。やめろって。でもヌメモンさんもその下にあのコロナは風邪とかいう頭おかしいこと書いてたけど。それも高木って。誰言って最後まで。最悪だ。はい、次、なんだこれは、長文ですけど、はい、お願いします。この矢は、じきに死ぬでしょう。いや、それは人類みな同じか。結局は、俺たちは死ぬ末しかない。人生など、所詮死ぬまでの暇つぶしなのだ。お前は生きることに不満を抱えてる節がある。そんなお前に、TS 先生からのありがたい話だ。よく聞け、耳なめ ASMR を聞いたら、大抵のことは忘れられる。びっくり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 。もう中二病だし、もう性欲丸出しだし、もう最悪だこれ。まあいいアドバイスもらったんじゃない。まあでもイエスパンダのコスティがね、ちょっと耳なめ ASMR ちょっと今日挑戦してみればどうすか。卒業とともに。卒業とともにね、うん、待ってください待ってください。この壁の中に埋まってるボードを四角で触ってみてください。コロナは風邪。いやもう誰やねんこれ。それは置いといて、あ、俺の行きますか。あ、え、これさあ行くぞだけど、ちょっとコネはもう一回読んで。タモさんびっくり、さあ行くぞ、びっくりびっくり。さあ行きますか、タモさん。こっちですよ。どっちどっちに。なに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 。よし、コネは見とけよ。行きますよ、タモさん。ソーライフわーわーって俺がやるんかい。お前もやるんじゃねえのかよ。おい、どういうこと。もうこいつもダメだこりゃ。この屋さん、私たちはこのクセクラハウス、私たちはここに留まります。しかしあなたは卒業、あの正面のドアからお前は旅立つんだよ。ああ、旅立っていこう。最後に一言なんかくれ、この屋。振り向いてなんか言ってくれよ。今まで非常にいろんなね、いいことをしてもらったり、感謝しきれないほどのことをしてもらって、本当に後悔しきれないほどのことをしてもらったので、これからもずっと応援しているので、早く行けよ。ぜひ頑張ってください。さよなら。もう終わりだこれ。もう終わった。今は彼の時伸びた面白い。
あ、しまった。卒業の記念しないな、はい、こいつ MRT 言うわお前。あはは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 はありがとうございます。これは最初やイエーやイエーや動画でレギュラーメンバーに入れるように全力を尽くし面白くし、レギュラーメンバーになったら全力でネタとかを入れ頑張ります。こっちの方がタケノコやん。こっちなめてよ。こっちの方がタケノコだ。やば、センスあるな今の。センスある今の。あるな、めっちゃ。炎屋笑えや。炎屋はメイドとか興味ないの。細かくもっと喋りたいとか、もっと近くに見たいとか。もっと近くに見たい。ラフじゃねえかよ。みんなってもう何、じゃあ TS もベガサスも全員好きになる可能性はある。ねえ、お前マジでやめて。ドラゴンボールかお前。ということでね、全員集合しましたー。コネアのお父さんこんな感じ。コネアのお父さん髪の毛ないです。はい。おお、高木よりたくさん。コネア君どうでした？大阪は超楽しかった。うん、そうだな。